死ぬと思うんで一緒に行かせていただきますんで、はいはい、最後の買い物でしたからこれも最終回になると思います。はい、はい、どうも柴犬ゲームズの柴犬です。本日はよろしくお願いいたします。今日はですね、なんとこちら大須にやってまいりました。で、今日はね、ゲストがいらっしゃいまして、猫旦那さんでございます。はい、皆様こんにちは、テレビジョン猫旦那、猫旦那でございます。すいません、かがんでくれます。お気遣いいただきたい。ありがとうございます。で、なんとかね、はい、渋滞は大丈夫だったんですけど、ちょっと駐車場の方がね、ねパンパンでして、探したんですけど。パンパン。ありがとうございます。さすが大阪のオール巨人ということで、はい、ありがとうございます。ということで、今日は猫旦那さんと2人で大須を回っていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速行っていきたいと思います。行きましょう。はい。今回大須で撮影させていただいたのは、黄色い看板のスーパーポテト名古屋店です。このお店以外にも駿河屋やメイコ屋などのショップも回りまして、その中でもこちらのスーパーポテトはダントツの在庫量でした。あと撮影許可をいただいたのですが、店員さんがぜひぜひ撮影していってくださいと親指を立てて快諾いただけました。控えめに言って神対応すぎます。ではまず2階の PSP ソフトのコーナーと PS ソフトのコーナーを見ていきます。で、早速なんですけれども、先にお詫びしておきますと、この日はゴールデンウィークということでお客さんが多く、なるべく迷惑がかからないよう全体的にいつもより早めに撮影しており、見にくいところが多々あると思います。申し訳ございません。それと今回私はファミコンとスーファミソフトのコーナーは撮影しておりませんので、もし見たいという方は猫旦那さんの方で動画になっていると思いますので、ぜひそちらをご覧ください。概要欄にリンクも載せておきます。と、なんだかんだ言ってるうちにもうすぐ PSP コーナーが終わりそうです。お、パワーストーンいいですね。これなかなかに珍しいですよ。ここ最近では PSP 本体の3000番台が高くなってきていますが、 PSP のソフト自体はまだまだ安価で買えるものが多くて、買いやすいのがいいですね。僕の夏休みシリーズなど名作も多くおすすめです。さあ次は PS1 ソフトのコーナーです。PS1 ソフトはかなり本数が多くて、まだまだ知らないソフトがたくさんあるということに最近気づきまして、時間があるときにチェックしています。それにまだまだ安いソフトも多くて、買いやすいのも魅力的です。とはいえディスク系は劣化しやすいこともあり、高いソフトは手が出しにくいので、1000円前後で買えて面白そうなソフトを見つけたらちょくちょく買ってるぐらいです。これはちょっと余談になるのですが、 Wikipedia をちょっと調べてみたところ、初代プレイステーションのゲームタイトルは全部で3290タイトルもあるそうです。アドバンスソフトが全部で約800本なので、おおよそ4倍もの差があります。で、さらに世の中には PS1 ソフトをコンプリートされてる方もいらっしゃるみたいなので、とんでもないっす。ちなみに同時期ライバルだったセガサターンのタイトル数は全部で1125タイトルだそうです。いかに当時プレステの勢いがすごかったかが分かりますね。3000って、それだけソフトが出てると知らないソフトもたくさんあるのも納得です。それにしてもここのお店の PS ソフトはすごい在庫量でした。専門店でもここまで数があるのは珍しいのではないでしょうか。さあ別の棚もどんどん見ていきましょう。これ動画編集しながら思ったんですが、陳列が面出しで表紙が見えるようになっているのは分かりやすくていいですね。自分は背表紙のタイトルだけだと情報量が少なくて、パッと見で分かりにくいんですよね。このタイトルなんやろうと思って手に取ってみて表紙を見ると、あーこのゲームかってなることが多いんですよ。まあタイトル覚えとけよっちゅう話なんですけれども、どうも名前を覚えるのが苦手で、一目見てわかるパッケージとかの絵でしか覚えれないんですよね。かといって一つずつ表紙を確認しながら見ていくと時間もかかるしっていうので、見るのを諦めがちになるんですよ。さあ皆さん気になったソフトはございますでしょうか。さっきからね、もう私はもう自由に喋らせてもらってますけれども、実はねこの撮影の前にすでにもう一通りチェックしてまして、気になったソフト見ちゃってたのであんまり止まることはないんですけれども、皆さんは気になったところがあれば一時停止などしていただいてチェックしてみてください。私もね、他の方の動画とかでは気になったソフトは一時停止して Google で検索してみたりとかしてますね。そうやってると結構知識も増えてきて面白いんですよね。なのでこういうテンポ動画はねすごい好きなんですよ。あとシンプルにね、どんなソフトが売ってるのかなっていうのがね気になったりもしますし、やっぱこういうお買い物動画っていうのは一緒に店舗回ってるみたいで楽しいですね。
ていうかこんな感じでちょっと自由に喋らせてもらってますけれども大丈夫ですかね。まあおそらく見てくださってる方はソフトの方に集中してると思いますので、もうこれはねもう BGM と思って聞いといてください正直ねそんなプレステソフトをむちゃくちゃ詳しいかって言われるとそうでもないんでね、そんなにね喋ることもないといえばないですし、そんなにね説明もできないので、これはねもう、うん、しっかり忘れてました。お店の端っこの方にワンダースワンとゲームギアのソフトもありましたので撮ってました。ワンダースワンも当時よく遊んでたので好きなゲーム機なんですよ。もう人気で言えばゲームボーイアドバンスが一強でしたが、機種によってソフトの趣向が違ってて、ワンダースワンでしたらバンダイなので半径もののゲームが多くて、あとカラーになってからスクエアのソフトも増えて面白かったですし、ネオジョポケットなんかはあのスティックを活かして格ゲーが多かったりと、携帯ゲーム機も当時盛り上がってました。それにしてもワンダースワンやゲームギアの箱節付きソフトがここまで充実してるってすごい珍しいですよね。マイナーだったゲーム機のソフトって置かれてても大体 2,3 本とかがほとんどなので、ここの棚ごと持って帰りたいぐらい最高でした。石油だったらねこれも棚ごと買っちゃうんでしょうけども、パンピーはもう見てるだけですさあ次はショーケースを見ていきます。PC エンジンコレクションはすっかりショーケースの常連ですし、この R タイプタクティクスは最近リメイクが制作決定したみたいなのでそれも楽しみです。でこの下に行きますと PS1 と2のショーケースです。あ、このバーガーバーガー2ね最近欲しいんですけれども、どんどん高くなっていっててちょっと手が出せなくなってきました。このゲームねマジで名作なんですよね。あとセクシーパロデュースなんかもいいっすね。どんだけセクシーなのかすごい気になります。その下に行きますと PSP とビータの本体がございます。この赤黒の PSP めちゃくちゃかっこいいですよね。ただこれ限定なのでいいお値段します。わ、エミットのバリューセットもありますね。さあ次は1階に降りてきまして、まずはゲームボーイソフトのコーナーを見ていきます。前回来た時にはこれなかったんですけれども、ソフトと説明書のセット売りのコーナーもございました。結構説明書ついててもお安かったりと、ここはねなかなか良かったです。最近だと駿河屋さんとかでも箱のみとか取り扱うようになったので、ニコイチ戦法もしやすくなってていいんじゃないかなとは思います。ではちょっと箱節付きの方も見ていきます。ここのお店ゲームボーイソフトまだまだ充実しててすごい在庫量でした。後日日本橋のスーパーポテトにお邪魔したんですけれども、そっちの方はねもうだいぶ少なくなってたんですけれども、このお店ではまだまだゲームボーイソフトの箱節付き潤ってました。しかも結構珍しいタイトルも揃ってましたね。このアミータくんでしたっけ、これもねかなり珍しいです。5478円、これ買おうか迷ったんですけれども、まあ、まあここはねグッと我慢しました。あとはうるせえやつらとか、あとは X とかもありました。ちょっと見る順番がむちゃくちゃなんですけれども、ここレジ前で混雑してましたのでちょっと見にくいですけれどもご了承ください。わ、 GB 原人ランドもあったのか、これちょっとしっくった買い忘れてましたね。あとはハムスターシリーズやらパワープロくんポケットで、下に行きますとモンスターファームやらモグラーニャなど、あとメダロットもいっぱいありましたね。まあ、この辺はね売れましたからね、すごい人気でしたし、で上に行きますとゴエモンシリーズ、これもねちょっといつかコンプリートしたいんですけれども、あんまり綺麗なのが売ってないんですよねゴエモンシリーズって。あとキャデラック2も珍しかったです。ただちょっといいお値段してたので確か買わなかったです。ゼルダの伝説シリーズ、最近ね発売されましたね新作で。その下はぷよぷよウォーズにブライファイター、このブライファイターもねなかなか綺麗なの売ってないんですよね。あとパルキメンです、これも結構珍しいですね。セーラームーンも2つ気になったんですが、先にこのパックパニックっていうのも初めて見ました。と思ってね、絶妙なお値段でちょっと色あせもしてたので、ね、今回スルーしました。でそうそうそう、このセーラームーンの箱節付き、おっと思ったらね、おお値段もおおってなりました半径物は最近高くなってきましたよね。まあリメイクとかはできないっていうのもあるんでしょうけれども。で下は遊戯王がもうずらりと見慣れたレギュラーです。そして次はアドバンスの箱節付き見ていきます。これびっくりしたのが、前回来た時よりも在庫量増えてるんじゃないかっていうぐらいアドバンスソフト増えてましたね。
まあ、こうやって見てると同じようなタイトルも多いんですけれども、ちょくちょく珍しいタイトルとかもあって、なかなかねこれ見応えありましたよ。ちょっとアドバンスソフトをお探しの方はぜひちょっとチェックしてみてください。あ、そうそう、このナムコミュージアムね、まだ箱付き持ってなくて、いつか買おうと思ってるんですけれども、なかなかねこれ綺麗なの見つからないんですよね。でこの下がロックマンエグゼシリーズですね。エグゼシリーズもあと1本で揃うんですけれども、どんどん値上がってきててどうしたものかっていう感じです。あと燃えるジャレココレクション、これもねかなり珍しいですね。まあこの辺はねよく見かけるタイトルなんですけれども、ちょっとね一つ気になるソフトがありまして、これですね、ちょっとスルー仕掛けたんですけども、うおーってなって、これベイブレード2002の高尾編ですね。これねかなり珍しいです。さあ次は64ソフトの箱節付き見ていきます。前回の動画で64の福袋開けてまして、ちょっと箱節付きどんなのあるかなと思って今回見てみました。でちょっと1本気になったものがありまして、こちら進め対戦パズル玉ですね。これはねもうジャケットがね素晴らしいです。なんだかんだで値段落ち着いてますね。こちらも64も世代といえば世代なんですけれども、友達ん家で遊んだっていうぐらいなので、そこまで深い思い入れはないんですよね。持ってたらまた別なんでしょうけども。でその下に行きますと、ロボットポンコツもなかなか珍しいですね。他はマリオカートとかマリオテニス、マリオパーティーなど、まあまあこの辺はね一度は通る道ですよね。64の箱もいいっすね。結構でかいんですけれども迫力があっていいデザインです。さあラストは1階のショーケースを見ていきます。まずはファミコンソフトですね。この辺はねもう博物館のように眺めて帰るだけのコーナーですファミコンソフトとかってなるともう発売から40年近くなるので、もう骨董品レベルになってきてますよね。しかもこの頃って箱とか結構気にせず捨てたりする時期でしたし、こうやって残ってるのは貴重ですよね。あ、今気づいたんですけど、劣化の箱節付き売ってますね。ここ多分うん十万とかするんでしょうね。で下に行きますと、バーチャルボーイとあとディスクシステムのソフトがちょこっとありました。でこちらがファミコンの裸ソフトですね。裸でももううん万円する時代が来ましたね。でその隣にスーパーファミコンのショーケースがございます。スーパーファミコンソフトは最近少し価格が落ち着いてきたかなっていう印象ですね。まあとはいえまだ高いソフトはまだまだ手が出せないですけれども、ラブクエストもね欲しいんですけれども、もう見るだけですね。お、コロンランドとかあったんですね。これ見逃してました。その右上にはガンプルもありましたね。まあでも値段見て諦めますはい。でこの下が1万から3万ぐらいの価格帯のものですね。いやいいっすね、こうやって横並びになってるのは絶景っすね。このルドラの秘宝すごい出世しましたよね。昔は高くても5000円とかそんなんだったんですけども、まあそのうち買おうかなって思ってたら、もうあれよあれよという間にショーケースの常連になっちゃいました。マップがついてるかついてないかで結構値段変わってきますよね。でその横に行くと一部裸ソフトのショーケースもございます。あとサテラビューのこのメモリーパック、これワリオの森って珍しいんでしょうか。で次はゲームボーイとかアドバンスのショーケースを見ていきます。この限定版モデルのゲームボーイいいっすよね。ただ数が多いんでなかなか集めれないですけれども、まあ、眺めるのは最高です。あと裸ソフトとその横に箱節付きがずらっと並んでおりました。で個人的にゴッドメニスの復刻版、これもね欲しいんですけれども、今綺麗なものだったら2万ぐらいしますかね。ゴッドメニスはもうマジで名作です。当時めちゃくちゃ遊んでましたね。でこの下に行きますと、次がアドバンスソフトのショーケースです。この中ですとキセッコグルミがまだ持ってなくて、あとゼロワン SP もまだ持ってなくて、これもね早めに買っとかないと高くなりそうな気がしてます。でアドバンス本体の限定モデルがずらっと並んでました。アドバンスもね限定モデル多いんですよ。でその下に行きますと 3DS とあと DS ソフトのショーケースです。ちょっとね上の方見切れてて申し訳ございませんという感じで、今回はこれで以上となります。はい、それでは今回名古屋に行ってまいりまして、だいたい5店舗6店舗ぐらいですかね。そうですね、結構行きましたね、隅々まで、ね、行きましたね、はい、いやもう足クタクタなんですけども、いやクタクタっすよ。もうでもいい買い物めちゃくちゃできましたね。それにね視聴者さんにもお会いできましたしね。そうですね、あれが一番嬉しかったですね、はい。まあ、これからね、大阪に向かって猫旦那さんの運転なんですけども、はい、よろしくお願いします。あ、いえいえとんでもございません多分ね、はい、死ぬと思ってねまあそこは道連れというか、はい、一緒に行かせていただきますんで、はいはい、最後の買い物でしたからこれも最終回になると思います、はい。
最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。購入品動画は別で紹介すると思いますので、またそちらの方もよろしくお願いします。はい、あと猫旦那さんの方でも動画上がると思いますので、ありがとうございます。そちらの方もよろしくお願いいたします。また概要欄にリンク載せておきますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは、はい、またお会いいたしましょう。はい、さよなら。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 